こんにちは、ハチライダーです。めちゃくちゃ暑いです。今日は6月の1日。もう6月ですね、早い。今夜は家族で自宅でバーベキューをするので、その焼肉のタレを買いに行きたいと思います。焼肉のタレをどこに買いに行くかと言いますと、もうね、ちょっと前の動画で後をツーリングっていうのがあったと思うんですけど、あの中で出てくるウリボーの里っていうところに、なんかめちゃくちゃ美味しい焼肉のタレがあって、実はあの日も買ったんですけど、あれをね買いに行こうと思って、今またウリボーの里に向かっているところです。前の動画で山口県の道になんかコスモスみたいのがいっぱいあるって言ったんですけど、あれはどうやら外来種の菊だったようです。で、山口県のホームページを見たら、もう見つけたらもう駆除してくださいみたいな感じで書いてありました。もうね、すごい量咲いてるので、びっくりですよね。ね、お花に罪はないんだけど、ブラックバスとかも一緒か。山に入ってきました。涼しくなるといいな。船マークですね。これは船じゃない、カーブだ。カーブマーク。わー、自然が過ぎるポイント。わー、すごい何回見てもすごいし、前来た時より緑がこう色濃くなってますよね。すごいな。540キロ走ったら京都に行くみたいですよ、これを。本当かなすごいな。道はつながってますよね。嬉しいな。バイクがあるとどこまでも行ける気がする。あ、くねくねポイントに入りましたよ。ちょっとどこが第一くねとかはちょっと忘れちゃったけど、ここは気をつけて運転しろってことですからね。なんか工事してるんだ。なるほど。お、黄色が工事中だ。片側なんだ。へえ。トンネルの工事ということですね。近々行かれる方は気をつけてくださいね。いや、山は抜けたのか。山は抜けたんじゃなかったっけ。あとはもうひたすらこの気持ちがいい道をピューっと行くだけですよね。 SL の線路が出てきましたね。もうすぐ長門橋の道の駅に着くので、前と同じルートなんですけど、ちょっとそこで水分補給をしたいと思います。もうね、ちょっとね暑すぎますよね、本当に。
もう目的地に早く行きたいので、もう飲んですぐに出発したところです。信号の上にただいまの気温っていうのが出てきてるんですけど、29度ですね。暑いわけだ。いつウリ坊が出てきてもおかしくないような山でございます。気持ちがいいんです。バイクがいた。ウリ坊の里で焼肉のタレを買いました。4本も買いました。焼肉し放題です。よいしょよいしょよいしょ。ということで、道の駅ウリ坊の里に焼肉のタレを買いに行ってきました。道の駅でバイクに乗られている方に、お会いして、軽くお話をしました。レブルに乗っている女性の方とスクーターに乗ってる男性の方です。焼肉のタレの話とか、なんか忍者なんか足届きますかとか、どっから来たのとか、なんかすごい良かったです。とにかくいやいいですね、一期一会の出会い。きっと動画を見ることはないだろうけど、いつかどこかでまた会えるといいな。今回もご視聴ありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。ハチライダーでした。